コさん。はい。彼らはあのアモアスをこんなにやってるのにどんどんもうダメになってしまってるのかもしれない。計算ができなくなっちゃってるの。やりすぎて逆にもう計算ができなくなってるのかもしれない。もう頼む。チピチピチャパチャパドゥイドゥイラバラバラキコミコマムニグーベン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 ピチピチャパチャパドゥイドゥイ。はい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 。あれにかかってんのかい。これでジンが、うわ、クッソタスクが固まってる。こっち側にそんなことある？ミサトラン、詩人さん、ガリガリ君、生徒夏ぴょん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 、平坂上、生徒夏ぴょん、バブルケーキー。ポンズ、これ、ポンズさん、ポンズさん、はい、ポンズさん、大丈夫ですか。あ、そんなに動いてたの。絶対嘘じゃないから。おい、俺ずっとカメラ見てたけど、まだうん、ちゃうね、セントスナーパイ。カメラ見てたの、ポンズ。やばいことしてますね。お前やりたい方だよって。説明せんかい。どんだけやる気な。おお、ええー、の。何があったの今。自分からイカサキ。ああ、好きだけどぞ。うん、この弁当の上に2死体があるわ、ナスピオンとポンズが。てか、よう考えたらね、セキュリティいなかったわ。そういえばっちこっちゃ貨物室自分が、うん、俺が俺の言い分じゃない。スナパイさんいなくなってるとか思ったけど、俺もいなかったかもしんねえ。待って、言うてみー。じゃあ濃い内容言うてみ。俺もいなかったわ、カメラ前。濃い内容言うてみ。そんなことある。なんで言わなかん、こんな薄い。そもそもそこに俺いなくて。うん、俺もいなし、うわ、怖っ。主人さんがホラー映画、ホラーゲ配線やってたりとか見てますよ。うわ、ちげえねえや。なんかもうバグってんのかと思った、最後。そもそもいなかったんだ。最後、夏ピョンに話しかけられたじゃん。うん、俺、夏ピョンカメラで見えたから、なんで夏ピョンの声聞こえてんだろうと思って。私、貨物でね、で途中、お嬢つってんのに、お嬢の声も聞こえたんだよ。瀬戸さんと夏ピョンがずっとイチャついてて、うん、その後、エレクトロニクルでポンズさんとすれ違う。エレクトロニクル、そんなことある。ポンズの視点おもろそうやな。ポンズさんが言ってんだなって感じ。マジック、マジックですよ、もう。まあ、言ったけど、まあ、から貨物まで。よう運んだわな。てか、ずっと見てたんよ。ポンズさん、どうなんですの。俺は左に行ってるぜ。じゃあ、ほら。いや、結構前なんじゃないの。信憑性が出すぎて、ね、ちょっと結構前だと思いますよ、それ。じゃあ負けるな。ほら、でも結構前ではないが、ほぼ前でもない気もする。私、宿舎前で、宿舎前で詩人さんと湧いて、その後、まあ多分10秒ぐらいセッションした後、セッション ミーティングでタスク2つ終わって、今フロア湧いてたからね。フロアもお風呂も湧きましたね。あ、じゃあ俺がもう一人見てたことを証言できれば白くなれる。直近だったらアーカイブ付近にいた人いますよね。誰？誰？言いなさい。ミサトラン。いないよ。ヘイさん。ヘイさんといるもん。あやべ、セット入れちゃった。臭そうなやつを釣ろう。おいおい、何やってんだよマジでよ。やばいぞ。そうか、エンジンで釣ったのか、ミサトランは。どういうことな、その二人の関係は。負けるな。お前が面白いことしたの潰しちゃう。その答えを今言ってくれたんだ。さあ、なんてこった。なんでこんなことになってんだ。奇跡のワープ決めたな。行かないよ。ああ、はい、釣りましょうね。釣っちゃえ、釣っちゃえ。大丈夫ですね。釣りましょう。嘘ついたな、スナペー。スナスナパイパイスナスナパイパイパイ
すんなすんな。炊き込みご飯の砂パイパイ。パイパイ。お前がツイッター投げてたやつなんで。あげてください。あげてください。じゃあ立ってください。そんな歌なんですか。めん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 。ちょっと釣れた。さあ勝てるか、来る頑張るんだ。この賢者とシェリフという二大巨頭を落とした上で勝ったらすごいよねということでね。さあさあさあ、まあ、何かしらの人外なんでしょうね、きっと。いいぞいいぞ、かなりいいぞ。なんで瀬戸がちゃんと疑われてる状態なのかも分かってないからな、俺は。カメラを見ていたと思い込んでたら死んでたわけだからな、自分は。そんなことがあるんかいっていうな。えい、さあ移動。やっぱいいや、俺ここ大丈夫でしょう。大丈夫だね。おお、急に殺すやん。え、さあ大バレ、大バレです。大バレですよ。大バレです。もう無理ですよ。大バレです。無理ですよ。大バレです。もう無理ですよ。完全にバレてます。もう無理ですよ。大バレです。絶対に無理ですよ。もう逃げられませんよ。小児の BGM 流れてたけど何今の。え、一旦そこ休めるか、小児科の BGM から。逃げられん。大丈夫です。うん、やっぱ小児科ってあれだよな、やっぱ子供を落ち着かせるためにオルゴールとか鳴らしがちだけど、歯医者も流しがちだよな。あー確かにね、歯医者もあるな。うん、わけわかんないこと言って話そらすしかなくなってるもん。手が張る。瀬戸朝日くん、瀬戸朝日くん。あ、呼び出し入ってるわ。あ、なんだ俺呼ばれてんな。診察室へ来てください。はい、わかりました。じゃあスキップします。診察室、診察、よし、診察室に行かないといけないんで、僕は呼ばれたから。ちょっと皆さん行かなきゃいけないんで、他の身内の皆さんにもお伝えしなければならないので全員来てください。ちょっと病院の静かにしてください。親族の皆様もいらしてください。瀬戸朝日くんの親族の皆様。いません、天涯孤独です。診察室、親は3年前にシンガポールに行ったっきり楽しすぎて帰ってきません。遊び行ったじゃん。親がシンガポールに、なんで診察室って言ったからですよ。言ったからね、京子が。言ったからですよ。診察室に来てくださいなって言うから。行かないといけないのね、このまま。行くぞ、診察室。診察室ありますよ。そういうことですか、ね、何をしてるんだ、一体。ほら、診察室に行かなきゃいけなくなっちゃったよ、みんなが。まさか。はい、から打ってくれよ。謎に生きながらえたな。はい、瞬間記憶ね。一瞬だから、一瞬です。ふっふっ。イージー問題すぎたな。ふん。この私に。超えられない記憶な。あ、こんな日もある。いかつい注射刺された。注射。怖かったね。いかつい注射刺されたって。みんな。人が。人おじいちゃん、お兄さん死ん、おじいちゃん死んだ。何があったんですか、診察室で。おじいちゃん死んだ。待合室で寿命来たんですか。うん、待合室で寿命。そうね。診察室にまず瀬戸朝日くんは来なかったんですね。来なかったですね。いや、向かってました、向かってました。今日いいな、ちょっと一回市役所寄ってから行ったんで、あの保険証をなくしちゃったんで、僕は一回市役所に寄って番号をつだまってました、僕今。そしたらまあ、ミサトランちゃんがね、ママ痛いよ、注射痛いよって。そしたらハッチャンおじいちゃんが慰めてあげてたんですよ、そしたら死にました、ハッチャンおじいちゃんが。でも簡単な話ですよ。僕はそこには行ってない。なぜなら保険証を作っていたから。そう、僕じゃない誰かがその犯行に及んだっていうことじゃないのかい。まあ、犯人はランちゃんだと思ってます。あ、そうなんですか。まんま違うよ、まさかの。透明になってる人か。透明だよ、多分。でもどう考えてもそうでしょ。スナパイさん、ペンギンだから
僕したやつ。じゃあランちゃん誰がやったと思う？バブケ。あ、違います。ポンコツしかおらんやんな。全然違う。全員間違ってるよこれね。今日このミサトランも。そんどっちかだよな。どっちか。頑張れ。瀬戸朝日くん。僕でもいいですよ。いや一旦僕診察室保険証いやもう瀬戸さんはまあ保険証は何のためにじゃあ僕を作ったんですか。じゃあ保険証できたんですか。だ今並んでる途中って言ったでしょ。すぐできるんで、すぐ取っていきます。保険証のチャージ音なんかありませんでした。いやあれは番号札の呼び出し音なんで。保険証のチャージ音鳴ってたけど他の人鳴らす。一旦僕でもいいですよ。あの保険さんでもいいですし。どっちでもいいです。ちょっとおしょこの君に挑むのをムカつくな、こいつ。こいつな。こいつ覚えたよな、ランから。わかりました、診察。なんでいける、なんでおアホなんか、こいつらは。なあ。メイヤー誰だ。アホなんか、こいつら。二人が残ってるんだよ、五人で。アホなんですか、こいつらは。もう。彼らはアモアソこんなにやってんのにどんどんもうダメになってしまってると思うんですよ。計算ができなくなっちゃってるかも。やりすぎて逆にもう計算ができなくなってんのかもしれない。もうそういう時もありますよね。でもね、あぶなあだからさ、何をするんですか彼らは。だからさ、いやもうやってもうたやん。あらー、彼らママがママがもう誰も守ってくれない。終わりや。僕と夏ママ殺したのお前だろ。こいつらのためにママ殺しめんですかね。どんどん自分のママ殺害していってる。勝てそうやし自分。落ち着いて落ち着いて、誰がやったかちゃんと言いなさい。泣いててわかんないよ。もう一回言って、もう一回言って、もう一回言って。バフルケーキがやってたー。してたらしくわかんない。してたー。あ、なに。はい、セトです。いや、これは助けを呼ぶ声だね、多分。うん、どうしたの。でバブルケーキやったー。ほらブケさん、ちょもう一回言ってごらん。ゆっくり落ち着いて、ゆっくりゆっくり。セトバブケーキがバブケーキがやってるな。バブケさんか、セトとバブケーキ言ってるな。バブルが殺すとまだ思われてるのか。ってことはおしょんさんに入れればいいんですか。どっち入れたんですか。僕バブルケーキさん入れましたよ。まだ入れてないっすよ。だってバブルケーキで行けるんだよ。そういうことか、そういうことか。サトラはもうアホなんですか、この人は。爆速ボタンで行けるか。どう頑張っても行けねえよ、おい。爆速ボタンで行けるかな。無理。何をしてるんだよ。なんかまだカプロップしている。どう頑張ってもいけねえよな、おい。日本の女性ボタン押せても無理だからな、これ。ちなみにもう猫まさなんかい。終わりですわ。いやでもこれミサトランが勝敗を決める可能性はある。こいつ勝ったらな、火打ちするかって。どっちか持っていけば。頑張れ娘よ。助けねー。治らん。治んないな。治んない。頑張れ。誰も直さんじゃ。チャレンジしてる。終わりですわー。全然直してー。終わりやでー。もう。ナイスは。何をしてるんですか。え？パブリックス。え？ずっと間違えてましたから。あれ？え？
バッファルケーキさんスライドしてなかったピュって。いや何もしてないですよ。普通に透明のお嬢さんが来たからもうあれだと思ったら残ってんの透明って何回言ってたんのか。ハイロキックなんだと思って。いや停電で見えなかったね。え停電じゃなかったっすよ。え停電だった。停電じゃなかった。僕直してきたから停電。あ停電だったか。すいません。粘れば生き残れんな、この頃。なんであれ生き残れたんだよ。めちゃめちゃ切ったように見えた。保険証で粘ってたもんな。めちゃめちゃ切ってました。そして、ママ二人。でも、誰も当たってないからな、波動砲は。確かに。通信室の。ああ、波動砲って当てるだけだと思ってるんだ。浅いね、まだ。京子、浅いよ、まだ君は。もう絶対釣ろう、次。はあ、いざとらん詩人さん。ガリガリ君生徒夏病。生徒夏病、生徒夏病、生徒夏病。平坂上生徒夏病。大丈夫ですか。ええー、ああ見た見た見た絶対嘘じゃないから。おい何の音今の。